時々朝ご。さつまいも食いますか。え、どういうこと？学ぼく。ああ。これ学ぼう。あやかくん出してた？うん。そっちも。これはあつしくん。ああ。なんだこんだ。水切りかご買った。あ？水切りかご。どうしたのこれ？買った。ゆいが。ハンバーグ。あ？ハンバーグ？ハンバーグ？うん。ゆいちゃんが買ってみて持ってよ。ハンバーグにしようと思って。あのカゴだと風が入んないから乾きが遅いし下に水が溜まっちゃうじゃん。これここ水がこうやって出てく。包丁も刺しておけるし。包丁。包丁刺ちゃう。でこれは焦げてる。焦げてる。あの茶色いフライパンをすると白くなるやつなんだけど本当にできるかは分かんない。ええ、ならお皿立てられるじゃん。立てやすい。焦げのようなのを落ちるわけか。そうやって書いてあったんだけど本当かわからない。大変だね。あれけど大変。こするの大変。生で剥くのとっても大変なのよ。うん。だから少ないの。煮ていくだけ剥くと楽かなと思って割れちゃった。買ったのいいが食べるのが良いじゃねえんだな。これはあれっちゃや。熱湯に5分つけると柔らかくなって剥きやすいって。熱湯に5分、うん、冷やすだけが、うん、ハードがこれ煮ちゃうか煮たからな少し。あとはえ冷凍する。あとは冷凍。1時間水につけてから一晩冷凍。1時間み、まあ、1時間から半日。その腕でやつ冷やしたやつを冷凍すんの。そのまま。それで熱湯に5分つける。まだ熱湯にかぐすの。そうするとこうやって剥ける。これ薬いっちゃう。あ、ばあちゃん、茹でた栗は水に30分つけるといいみたい。熱いままやると身がボロボロになるって。
ああ、水抜けというのが。一旦冷やすって。昔子供の頃何もなかったから生でガルガルかつったんだけど。うん。耳ちゃんと入ってないかも。入ってんだ。ピーピーしてる。してめえ。ピーピー聞こえる。よく入ってんだけどな。これは何これ。いや、ただ値段でこういうのがクレーンも入れて砂糖でね、ねめでもその頃でやったらなんな無限にから少し寝てから無くと柔らかなかいいかなと思ったんだって寝たんだけど少し今やり方軽く茹でてみたの、ああ軽く茹でてみたの、茹でやすいように、うん、したらちょっと寝てみかなんかでやっぱり壊れちゃうのよ。これはね、これフライパン置くやつなんだけど、ああ深いところ取れないじゃん。うんうん、まあケーキ今ね落ちとすから、ケーキ、うん、ケーキ高い木が持ちたのよ、それコミットでに来て、うん、昨日、和代さんのお墓参り行ったっつだ。あ？和代さんのお墓参り。だ、お墓参り行くんだって。うん。カノンさんも来ていたのは知らなかったんだけど。そうなんだ。二人で来たのか。わかんない。あの、乗っていた、乗って、自動車にきっと乗っていたな、高い木近くる時に、高い木下をできたのかなと思ったんだけど、来たみたいだっていうことだな。土曜日、レオ誕生日だったから。ああ、ほんね、誕生日ね。お金やっぱり持ってて、行きゃねえもんね。今日やるわ、ほんね、忘れちゃう。栃木県行ってきた。え？栃木県。栃木県行ってきた。出発進行！え？あ、いいじゃん。あ、見て。左方向。ミどうぞ。走ってきて。走ってきて。ああ、そうか。茂木。あっちの小手山の先の。そうそうそう。すごい山の中。は？山の中。うーら、そうか。ああ。四つだけ作るかんで、これ。今日は、あやちゃんも来る。あやちゃんも来る？うん。ああ、そう。サミット肩ばっかりで、きれいに向けた。しなかったんだけど、さつまいもの出会いがあそこいっぱい持ってた。
母さんが学ぶくんって言ってた。あ母さんが学ぶくんって言ってた。ああ、そっか、うん、あの持ってけんだよな、うん、あとそのもったのいっぱいあったら、うんうん、学ぶのみんな講座でかいのばかりでかいの、でかいの、でかいの、うん、いいや、あ、いいな。今までさ、これだったじゃん。ああ、そうだ。だから高いところさ、高いフライパンとか取りづらかったじゃん。あれのがいいや。あ、焼いてくれてもいいと思うんだね。もう焼いちゃっていいの？あ？今やっちゃったっていいべ。おい、コト、コトちゃん。コトちゃん。いらない。どうしたの今日は。どうしたの。こっちおいで。はい、ヤクルトやるよ。ヤクルトどうしたんだろう。おいで。どうした、どうしたんだろう今日は。はい、じゃあ抱っこ。こっち、はい、抱っこ。うん、こんにちは。食べれるのこれ。7個が半分に切ってあるから、あたちのままあたちこっち食べてた。大丈夫だ、はい、こんな感じに半分に切れば、はい、これもらっていいですか。これ、はい、いいんですか。そのようにちょっと待って、こっちの手に落ちるね。あれ、どうぞ。早かったのほら。いただきます。ほくほくとぶつけたね。ぶつけてない気するけど、なんか赤くなった。今日はね、これこれはパちゃん、ポコとアイス、コートちゃん、パちゃんアイス。あれ、今日ヤクルト来ないね。ヤクルト飽きた。ポちゃんアイス、ヤクルト来た。来てないか。ばあちゃん、ばあちゃんアイス、ヤクルト来てない。え、ヤクルト、ヤクルト来てないよね。え、ヤクルト、ヤクルト来てるよ。あ、来た、来たよ。ばあちゃん、綿に1個持ってく。はい、ありがとうございます。結構ちばくない、喜びます。あ、ラップで大丈夫。おばさん、ラップで大丈夫。はい、頑張ってお代わり、乾燥するっていう気持ちが、うん、まだ食べる？うん、本当はな、少しあったもん。私らの頃はあの、ね、とかノートとかがもらえるんだよ。いただきます。次に3人まとめると。